ジョギンズはカナダのノバスコシア州カンバーランド西部にある農村である。かつては炭鉱町として栄えたが、現在ではむしろ石炭機の化石の産地として知られる。ジョギンズ化石断崖は2008年に世界遺産に登録された。ファンディ湾内の小さな湾であるカンバーランド湾に位置するジョギンズは、かつては石炭の採掘地であった。カンバーランド湾岸沿いに露出している。 石炭層は17世紀には地元のアカディア入植者たちによって採掘されていたが商業的な採掘が行われるようになったのは1819年以降である。それ以降採掘された石炭は船に積まれニューブランズウィック州セントジョンなどの市場に出荷されていた。カンバーランド地方では一体の石炭採掘権を獲得したジェネラルマイニングアソシエーションのもとで 大規模な工業化を遂げた。1870年代にインターコロニアル鉄道が建設され、1887年にジョギンズ鉄道の開通が続いたことで生産量が増大した。ジョギンズ鉄道は、ジョギンズの航区からリバー・ヘバート経由で、マッキャンのインターコロニアル本線までの12マイルの鉄道であった。石炭採掘はその後も成長を遂げ、 ジョギンズは1919 19年に町に格上げされ、その地位を1949年まで維持していたが、その頃に石炭採掘が失速し、人口流出や経済的な衰退に結びついた。20世紀最初の数十年には、ジョギンズの石炭は主にマッキャン近くの2基の発電所に供給されていたが、それらの発電所は1950年代には時代遅れになっていた。そして、 1958年のスプリングヒル炭鉱事故からほどなくして、ジョギンズの炭鉱は閉山された。この地域への鉄道路線も1960年代初頭には廃止となった。ジョギンズの炭鉱の化石化した樹木、ジョギンズで発見された木の根の痕跡化石ジョギンズは、およそ3億年前にあたる石炭機の化石群の存在で知られている。海岸沿いには、 石炭機の岩石が露出しており、ジョギンズ化石断崖と呼ばれている。この崖は、カンバーランド湾に押し寄せる潮の看板で常に、新しい壁面を露出する。この崖の名声は19世紀半ば、地質学原理の著者であり、近代地質学の父、チャールズ・ライエルが1842年と1852年に、訪れた時に遡る。ライエルは、スチューデンツ。 エレメンツ・オブ・ジオロジーにおいて、ジョギンズの崖に露出している石炭機の岩と化石は世界最良のものであると評価した。ジョギンズの化石記録は、チャールズ・ダーウィンの種の起源でも触れられており、1860年にサミュエル・ウィルバー・フォースとトマス・ハクスリーの間で繰り広げられたオックスフォード大学での進化論,論争でも引き合いに出された。ジョギンズにおける化石記録の多くは、 ノバスコシアの地理学者、ジョン・ウィリアム・ドーソンによって発見された。ライエルは彼にとって友人であると同時に、死でもある存在で、二人は個人的にも研究上でも、親しい間柄だった。ドーソンのコレクションの多くは、マギル大学のレッドパス博物館に収蔵されている。ライエルとドーソンは1851年に、炭鉱の直立した化石木のうろにうずもれていた。 死種動物の化石を発見した。ドーソ村によるその後の調査が科学史上でも最重要級の化石の発見につながった。それは生物史上で最も初期のものと認識されている爬虫類で最古のものとして知られている有用膜類でもあるヒロノムスリュエリである。このグループには水から離れて繁殖することができるようになった脊椎動物べてが含まれ、 爬虫類、絶滅した恐竜や、その近煙、鳥類、哺乳類などで構成されている。ノバスコシアで発見されたヒロノムスの化石に、2002年にヒロノムス・リュエリの名が与えられた。ジョギンズで調査を行った19世紀の著名な他の地質学者には、ケロシンの発明者であるエイブラハム・ゲスナー、カナダの地質調査で、崖の測定を行ったウィリアム・ローガンなどがいた。 2008年7月7日に、ジョギンズ化石段階を構成する長さ 15km の海岸線がユネスコの世界遺産に登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。